撮影機周辺をはじめ新札幌エリアなど市内各所で大きな姿を変えている札幌、さらに地下鉄真駒内駅前でも再開発の計画が進んでいます。楽しみですね。もう少しにぎわいがあってもいいかなと思います。ところが駅前を地下鉄と並行して走る平西通りをどうするのか、2つの案で住民の意見が割れています。未来の真駒内の姿を決める再開発の行方をもう一掘りします。もう一掘り。札幌オリンピックを控えた1971年に完成した地下鉄真駒内駅、そこからおよそ半世紀の時が過ぎ、駅前再開発の計画が進んでいます。真駒内駅前にある警察の官舎です。玄関や1階の窓に板が打ち付けられています。市と道が協議しているこの土地は、取得できればバスターミナルやタクシー乗り場などがある交通広場になる予定です。真駒内中学校は南の桜山小学校と統合、跡地に商業施設や住宅、医療施設の導入を想定したエリアが、真駒内駅とつながる部分には交流広場を作るというのが公表されている計画です。そして駅前を走る平岸通りについて、形の異なる2種類の案が住民に提案されました。一つ目の案は、平岸通りを一部なくし、車は迂回させることで駅と駅前エリアを直結させる案です。特に高齢の方とか赤ちゃん連れた方とか障害ある方とか、道路を渡るのがとても大変なんですよね。そして2つ目の案は、今の道路の形を残し、自家用車や救急車両の利便性を確保した形です。実際にそれぞれの案で移動時間がどれくらい変わるのか測ってみました。信号で止まらず最短で進んだ想定で、直進ではおよそ45秒、一方迂回した場合は、およそ1分45秒順調に進んだとして、遠回りの方が1分近くかかったことになります。一長一短、特徴のある2つの案、住民に支持されているのはどちらなのでしょうか。地下鉄真駒内駅前の再開発について、市から住民に提案されている2つの案、こっちの方が賑やかでいいところですね、はい、こっちの方が街並みがいい感じです、うんうん、安全という意味ではやっぱりこれから子どもが一人で街中に行くことなんか増えてくると思うので、残した方がいい、残した方がいい、うん、なんで、いやだってそっち行けるもん、やっぱり車の便利さも大事。去年5月に市が地域の人に行ったアンケートでは、平岸通りをなくす案1が望ましいとした人がおよそ 53%、道路を残す案2が望ましいとした人はおよそ 33% でした。ただ地域の商店街からはこんな意見も。私としては第2案のまっすぐ通れる方が快適なのではないかなと思っております。道路と道路の間がすごく狭い町なもんですから、その重要な道路を一つ狭まることによって、かなり影響がいろいろなところになってみないとわからないものも出てくるんじゃないでしょうか。2つの再開発案、魅力ある駅前づくりを実現できるのはどちらの案なのか、市民の意見を集約した最終案は6月から7月ごろ発表されます。